中日、貯金1。約1年ぶりや。約1年ぶりの貯金。3月10日の広島戦で勝利したドラゴンズは、引き分けを挟んで3連勝となり、2023年3月31日の開幕試合以来の貯金1となった。ようやっとる。去年もオープン戦は勝ち越したんやっけ？中継ぎ陣はガチで強い。オープン戦でも勝つに越したことはない。どうにか中日はシーズンに貯金持ち越しできんか？これが今季の最高勝率になりませんように。稼いだ貯金を横浜銀行が回収していく構図。巻き得ていき。これが今年最後の貯金生活になるとは。FX のシミュレーションで利益出たみたいな状態やろ。オープン戦だろうが、買ってくれたら嬉しいんや。ドラドラ情報局をご視聴いただきありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひ、よろしくお願いします。